イエーイ一番乗りって、あれ、アイさん一番乗りだと思ってたのに、君早いね。うむ、なんか難しい顔してるね。こんにちは、今日も練習頑張ろうね。あ、ちょっとエマッチ、こっち来て。なんかこの子難しい顔してんだよ。ん？ほんとだ、眉間にシワが寄ってるね。どうかした？お疲れ様です。おっす、一年トリオ元気だね。ねえねえ、ちょっとこっち来てよ。なんか部長が変なんだよ。君の様子が変だってアイが騒ぐから気になってしょうがないわ。寝不足ならかなたちゃんお手伝いしてあげられるけど。寝不足以外だって私たちにできることなら何でもお手伝いします。今日は朝から変だよ。どうかしたの？いつも私たちがあなたに相談してばっかりだけど、私たちだってあなたに悩みがあるなら聞きたいよ。どういうことですか、先輩。そんなの気にすることないと思います。かすみ、ニコ先輩との勝負であんな結果でちょっと泣いたけど、もう落ち込んでないですし、いい経験って思ってますし。そんなこと言わないでください。虹ヶ崎のスクールアイドル同好会だって立派な成績を残しています。これはあなたのサポートのおかげでもあるんですから。うんうん、摂津の言う通りだよ。あら、待って、うちの部長、今はって言わなかった？落ち込んだ時は寝るのが一番。かなたちゃんとお昼寝しとく？そんな元気よく断らなくても。そうですね。実力差があるのは当然です。でも、その距離を縮めることは頑張り次第だと思います。刹那先輩の言う通りです。また対決があったら、次は絶対ニコ先輩に勝ってやるんです。かすみさんとニコさんに関しては結果が変わるとはあまり思えないけど。しずこはニコ先輩の味方なの？裏切り者、かすみのこと応援してよ。二人とも驚かせちゃダメでしょ。ごめんね、急に。実は君がマキちゃんとの作曲勝負で負けたってほのかちゃんから聞いてね。そしたらそれを心配したチカがいきなり電話しちゃって。
落ち着いてください。アクアらしさですか？私たちらしさって何でしょう？それはね、ヨハネからにじみ出るミステリアスで神秘的でまがまがしいオーラよ。よしこちゃん、もっと真面目に考えた方がいいズラ。よしこじゃない、ヨハネ。それにヨハネは真面目に考えてるの。あのね、ルビーたちもあなたと同じ悩みを持ってたんだよ。でも悩むだけじゃ答えは出てこないんだって分かったの。そりゃあ悩むよ。でもルビーちゃんが言うように悩んでてもしょうがないなって。私たちは今の私たちにできることを精一杯やるしかない、それだけなんだって気づいたの。そうしていればいつか私たちだけの輝きが見つかるって信じてるんだ。ねえ、そんなに悩むなら直接マキちゃんに聞いてみたらいいんじゃない？マキちゃんはどんな風にミューズの曲を作ってるのか聞いちゃった方が早いと思うよ。そうですわね、リコさんの言う通りですわ。私たちがもっと近くにいたらあなたの話も聞いてあげられるのですけれど。よしこちゃんの打天使パワーでマルたちをお台場に連れて行ってほしいズラ。だからヨハネ。残念だけど今日は満月なの。明るい月の光は打天使の力を弱めるのよ。